夜高祭りは、富山県の都並、なんと、小矢部地方並びに、北海道沼田町に伝わる祭り。夜高安頓祭り、また夜高、夜高とも言われる。起源は、南都市福野地区の前身である福野町が1650年に町立てし、2年後の1652年に大火で、町全体をほぼ消失したが、町の再建に即座に取り掛かった。 その際、神名社創建のため、伊勢神宮の分霊を迎えることになり、死者を送った。その死者一行が、人途中栗から峠あたりで夜になったことを、町民たちが知り、安頓を持って、死者を出迎えたのが、祭りの始まりと言われる。現在では、富山県内の都並、なんと、小矢部地方一帯で見ることができ、福野では、神事として、それ以外の地区では、都並、 南都地方で6月に入り、田植えが終わり、休みを取るという意味の、休んごとと言われる習慣があり、この時期に合わせ各地で、五国豊上を願う田祭りや観光祭として6月、初旬頃に行っているもので、大、中、小の夜高安丼を引いたり、長方形の、田楽安丼と呼ばれる安丼を持ち町内を練り歩くもので、福野から伝わったものと考えられる。また、 おやべし出身の沼田木三郎が開拓市町名にもなった北海道沼田町では1977年、おやべし津沢地区より夜高安丼作りを伝承され、同年より沼田町夜高安丼祭りとして行われている。隣地区では大中小安丼を引く地区やタラガ安丼だけで回る地区などを含め約30の集落で現在も行われており2007年には 洋高として、と、山の文化財百選に選定されている。ありがとうございます。